中島健二さんの写真をお写真ください。皆様こんにちは。本日はこういう時間いただき非常に嬉しく思っています。ありがとうございます。私ストロングマンという競技をやっております。もしかしたらこの会場にいらっしゃる方は知ってるよという方も多いかもしれないんですけれども、車引っ張ったりバカでかい石を持ち上げたり丸太持ち上げたりとか、くだらない対応をひっくり返したりとか、海外ではすごい有名になってるんですけども、日本では少しまだマイナースポーツ、の息をやっぱ出していない、その現状を変えたくて、こういったふうにイベントに使っていただいて、ストロングマンというスポーツがどんなものなのかというのを皆さんに簡単にご紹介できればいいかなと思っております。こういった形でイベントでストロングマンの動きを、皆さんにお見せするという機会を今年はたくさんいただきまして、来週行われる、ここにいらっしゃる方、肉用とかが多いかもしれないですけど、スポルテックにでも3日間、マッスルテックっていう世界ナンバーワンサプリメントブランドのブースにてやらせていただいてますので、ぜひご来場の方は、マッスルテックのブースに立ち寄っていただいて、僕のストロングマンのパフォーマンスを見ていただけると嬉しいかなと思います。はい。本日は一番代表的なこのログプレスっていう、種目をちょっとデモンストレーションさせていただこうかなと思います。床に置いてある丸太をクリーン、床から肩の高さまで持ち上げた後に、これを通常まで最大の重量を競い合ったりとか、何回できるかという形でいつも競い合ってます。今日はちょっとこの大事な、重要文化財に何かあったら大変なので、ちょっと軽めの重さで、なるべくいっぱい回数やってみようと思いますので、この丸太は重さ、今重さつけて含めて70キロあります。はい。なかなかね、ミリタリープレスで70キロっていうと結構大変なのは想像つくかなと思いますので、なるべくいっぱいサク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 と軽そうにやってみせれるように頑張りますので、皆さんご声援のほどよろしくお願いします。実際
ゲストしていただいたんですけども、20回ほど実際は、実際というかポットヘビーメイトで行われているのはどのぐらいの重さを、私、今年の9月の21日に、スペイン・バルセロナで行われるアーノルドクラシックヨーロッパの、アマチュア部門アンダー105キロ以下級に出場します。そこではこのログプレス125キロを60秒間で何回できるかというえげつないルールの試合に参加しますので、こんなもんじゃないんで、ぜひ日本でもそのストロングマンの言葉をいっぱい聞けるように今後もこんな感じで盛り上げていきたいと思ってますので、ぜひ皆さんも楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。なってくるんじゃないでしょうか。それではどうもありがとうございました。続きまして渋谷に村田選手のご紹介をさせていただきます。 IFBB 世界マスターズ9位、オールジャパン35歳以上150センチ以下級2位、東日本158センチ以下級優勝、神奈川オープン総合優勝、2016年 JBDF オールジャパン158センチ5位、マッスルビーチファーストプレイス、2017年東日本158センチ3位、2017年 JBDF オールジャパン158センチ6位。それでは藤谷美和子選手の華麗なパフォーマンスになります。皆さん少々お待ちください。失礼しました。
藤義弘選手のご紹介をさせていただきます。2001年神奈川大会優勝、2004年東日本大会優勝、2009年関東大会優勝、2013年日本クラス別85キロ級優勝、2018年日本クラシックボディビル175センチ以下級優勝、2018年中央東アジアクラシックボディビル優勝。金子義弘選手のパフォーマンスをお楽しみください。拍手をお迎えください。
はい、渋谷さん、金子さん、素敵なゲストポーズをありがとうございました。金子さんも壇上までお戻りいただけますでしょうか。はい、素敵なゲストポーズをご出演どうもありがとうございました。渋谷さんと、金子さんの方に、今年のなんていうんでしょうかね、コンテストのこう予定ですとか、ホープですとかを一言ずつちょっとお願いできますでしょうか。ビートニーズビキニの渋谷邦子です。今シーズンは、来週の11日にありますポールテックパッチに出場します。この後は大江さんの中でありますオールジャパンに出場し、その後全日本でオーバーオールに出場します。あと神奈川のゴールドジム水の地所属の金子義弘といいます。本日はこんな素晴らしい会場でゲストポーズに呼んでいただいてどうもありがとうございました。7月の25日から出発の、中国のハルビンで開催のアジア大会の、クラシックボディビルの75キロセンチ以下級の方に初めてですね、出場することになっていまして、それに向けて調整を頑張っているところです。その後は8月の11日の日本クラシックに出て、で10月の全日本の方に、出場予定でいきます。アジア大会の方は自分がボディビルを始めてから憧れというかずっと目標にしていたところなので、そこの舞台に立てることがすごい良かったなという感じで思っているところです。結果もしっかり出して、アジアチャンピオンになれたらなと思っています。どうか応援ほどよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。渋谷さんと金子さんの方、ゲストポーザーにもう一度盛大な拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございました。